はい、帰ってきました。疲れました。8時30分に並んでたのにもう20人ぐらい列があった。何の話っていうね。いや、映画の物販買いに行ったんすよ。奪還のロゼのね。すごかったよ。いや、今日ね、なんでそんなに人いんだろうなと思ったら、奪還のロゼじゃないんだろうね、あれね。前にいた人たちが買っていくグッズが大体ボッチザロックだった。ただ2番目に推しの子だと思う。で、3番目に奪還のロゼ。奪還のロゼ買ってたら俺ぐらいだ。なんなら。何買ったか紹介しまーす。いや、勝ったね。いや、勝ちましたよ。正直ちょっと個数制限にはちょっと、困らされたんですけど、困らされた。まあ、紹介するね、とりあえず。本当はもっと欲しかったやつがあるんだけど、まあいいでしょう。許します。欲しいものはとりあえず全部揃えれたんで、うん。まず、一つ目。アクスタ。ロゼコスチュームバージョンの昨夜。で、これが一番欲しかった。なんか色が若干あれだね、これ。なんで？ちょっと、あれだね。多分絵柄の使い回しのせいで、色合いがちょっと変かもしれない。俺的には。まあ、気にならないっちゃ気にならないけどね。まあ、ロゼの寝巻き姿。これが一番欲しかった。で、ラズベリーちゃん。で、桜ね。と、はるか。これは、いや、正直、はるかは迷った。うん。まあ、こっちだね、欲しかったのは。まあ、これかな？どっちかっていうと。やっぱ、桜の活躍がまだあまり見れてないっていうので。ちょっとまだ桜推しにはなりきれてないよね。いやー、まあ、一番のメインはね、こっちかな。いや、これ写して大丈夫かな？クリアポスター。昨夜のクリアポスター。寝巻き姿ね、これやばいでしょ。結構でかいし、これ持ち運ぶの大変だった。いや、折れてないか心配。うん、風今日ちょっと強かったからね。いや、折れてないね。完璧だ。完璧でーす。いや、最高ですね。これは欲しかった。これみんな欲しいやつ。なんなら。で、パンフレットね、ちゃんとね。パンフレット。前回のやつの、あれだね、これ。成長してる姿だね。前子供だったけど、今回ちょっと、中学生ぐらいかな。中学生の子供か。あ、まだ見ちゃダメだよ。俺まだ映画見てねえんだから。この後見に行くんだから。何やってんの？パラパラパラじゃないんで。パラパラパラじゃないんで。まあね。これを後で読んで、それのね、動画もね、作ろうかなと思います。で、もう一つ。いや、これはね、運だった。正直。クリアーカード。いや、まあ、もう開けてあるんだけど、これも勝ちました。まあ、8パック買えば全部手に入る計算なのかな？一応。その、いや、確率的には。いや、違うな。確率的には、それでも無理か。まあ、一応4パック買って欲しいやつ。今回のやつ、なんかラインナップいまいちだったんだよね。だけど、1枚だけめっちゃ欲しいなったから、買っちゃったね。いや、これ、しかもさ、まだ見てないのに、その、シーンがピックアップされてる、第2幕のシーンがピックアップされてるから、あまり見たくないんだけど、まずラズベリーちゃんのバイク。まあ、ニーナね。これよくわかんないやつ、ごついやつね。なんだっけ、こいつの名前。ホタルビ？確か。ケイセツ？ちょっとどっちか覚えてない。多分ホタルビだね。はるかの機体だと思われる。まだ見てないんでね。いや、もう見たっていう人いたら早すぎるんだけど。今上映してるし。いや、いるのかな？中には。アポル。で、ロゼ。で、アッシュ。いや、アッシュとロゼはこれ嬉しい。あの、コックピットに座ってる感じね。かっこいい、これは。これは嬉しい。いや、今回割とね、いや、本当に、いや、今回、ロゼ関係は、関連は運いい。これ、かぶり。アポロかぶり。ドアップってそんなに欲しくないよね。しかも、機体の。
シルエット見たくない？全体的な。これもかぶり、ロゼもかぶり。これも、このロゼは持ってないね。じゃあ最後のパックだね。いや、これに入ってたんすよ。いや、これね、手に入るまでちょっと買い続けようかなと思ってたんだけど、まあすぐ手に入れたからよしとしようということでね。これまだわかんない。これ、また寝巻き姿の これは第2幕の多分シーンだよね、絶対ね。前回も寝てる姿だったんだけど、今回も寝てる姿ありましたと。前回のやつね、これ。いや、ちゃんと当ててるんだよね。いや、これが欲しかったの、俺は。で、ラズベリーとアッシュ。で、アッシュ。はい、以上です。うん、満足。満足です。まあ、あとは映画見てね。いや、もう本当はまだね、いくつか欲しいやつもあったし、もうちょい量欲しかったやつもある。複数買いしたかったやつもある。まあ、しゃあないよね、そこは。まあ、以上です。一回切りますかね。はい。早く見に行きたいな。早く仕事終わんないかな、あいつ。いや、早くは終わんないんだよな。では、切りまーす。じゃあ、バイバーイ。